なんかもうお互い慣れてますね。最近は興奮しすぎてダメだったけど。会った時に、はい、もうバテました。ペット系以外で好きな YouTuber がいれば、ペット系以外で好きな YouTuber、はい、教えていただけたら。好きなか。ハイジさん。ハイジさん。ハイジさんはハマってるね。うん、ハイジさん、あ、お二人ともハマってる。うん。飯食うとき大体うち YouTube 見てるんですよ、ね。あ、そうなんですか。じゃあハイジさんは鉄板だね。うん、鉄板。何の動画なんですか。あんま見ないもんね。食べるやったやつ。あ、グルメとか。うん。あと大体ゲーム実況とかだな。いや、誰っていうのが私はいなくて、あんまり、うん、その この動画が好きっていうのは何度も同じやつを見たりします。例えばダンスとか、あの踊ってみたやつとか、なんかちょっと替え歌歌ってみたとか。だから、あ、磯田玲さんは好きです。やべ、知らない。今10万人くらいなのかな。おですかね。はい、手を色に例えると何色でしょうか。オレンジ。え、私、うん、違うか。はい、知らんけど。初めて言われた。私はね、灰色みたいな、灰色みたいな。いいイメージ。いや、いいイメージで、落ち着くもん。落ち着いてる。落ち着いて、なんか別にピュアピュアじゃない。びっくりだよ。いろんな世の中もちゃんと知ってて、ちゃんと経験もあって、うん、でも一緒にいて落ち着くかな。どうですか、お二人は。グレーと黄色のミックス。わかった、あの色綺麗ですよね。どの色だ。わかります。できない。一色じゃないの。一色じゃない。半分ずつぐらいです。三分ずつ、うん。天才の時があるんですよ。はい。寝起きとか、あの夜も寝落ちる寸前とかがすごい天才的な発想力を持っていて、その感じ。そんな色な、その感じが。食べない。がこの。なんか常識的な中にミックス、なんか垣間見える。すんごい美味しそうなカレーと、そこそば3人、つゆの中にこんなに具が入ってるって ね、珍しいよね。つけ麺みたいな。野菜とかね、ちゃんと美味しいんですよ。ちゃんと美味しい野菜、いいですね。来たの。あ、コウメさん終わっちゃった。めっちゃ可愛がったのに終わっちゃった。もう一回。あ、こっちに来た。こっちも来たの。どうしようか。あ、ごめんごめん、スカート引っかかった。そばじゃないよ。というわけで、特にコウメさんたちと一緒に何かするっていうわけでもなかったんで、インタビューとかはね、してみました。くだらない質問ばかりでしたが、お二人ともご協力ありがとうございました。家に帰ったらココさんね、もうはしゃぎ疲れちゃって、パパの足枕にしてすぐ寝ちゃったんですけど、コウメさんとココのスライドショーもね、作ろうと思ってるんで、明日はスライドショーになると思います。お付き合いくださると嬉しいです。じゃあまた。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録まだの人はタッチ。はい、こちゃん、次どっち見る？こっち？それともこっち？両方見てくれるの？ありがとう。じゃあまた。いいからいいからね。